自分の好きなようにやりたいってことで、その後に設計さんに見てもらって、うん、って形だったんですよね。自分で図面描いてたんですよね。自殺。そうです。どうやって踏切に飛び込みました。僕のオフィスに来る相談者の方なんですけども、うん、実家のお家を売りたいってことで来られたんですが、うん、その当時来た時にその方の、まあ、お母様が後ろに立ってまして、うん、首を振ってたんですよ。え、お母さんの霊がですか。はい、で首を振ってて、はい、そこでご両親の方いらっしゃいますかとお話をした時に、でご両親がいないっていうことでして、うん、その生前お母さんが、まあ、両親が住んでいた家でして、一人で生活をしていても実家が怖いというふうに言うんですよ。ほうほう、まあおかしいじゃないですか、うん、ある程度こう年を重ねた方が実家が怖いっていうの、うん、そういうこともあって、うん、どうしても気がかりになりまして、はい、今回させていただきました。よろしくお願いします。このお家の間お二人もほとんどいらっしゃるね。そうですね。それは何でですか。気味が悪いです。どんなことが起きるんですか。まあ、ギギギッと音がしたりコトコトコトッと音がしたりします。今じゃ誰も住んでらっしゃらない。はい、こちらにこう来た時に入り口の方にちょうど立ってまして、普段は歓迎、意外と歓迎されるんですよ、うん、助けてくださいみたいな、うん、今日は全然歓迎されてない様子でして、うん、ただ普通じゃないなっていうのは思ってます。お母様、何かヒント、またお父様がヒントを持っていると思うんで、うん、まあ、会えたらお話を聞いて、あ、なるほど、しっかりと、はい、対策を練っていきたいと思います。どうぞ。失礼します。ちょっと先に電気をつけていただいて。先生どうですか。今のところは一人ぐらいしかいないので、はい、まあ、そこに潜めて、人影が見えまして、はい、いなくなってしまいました。1,2,3 今のところ3人です。いたのさって消えてしまったんで、ちゃんとはっきり影しか見えないんですけど、はい、男か女かも分かんないです、うん、自分で大丈夫ですよ。いいですか。はい、どうぞ。お持ちをかせてみます。はい、聞くことはつながってる、うん、ここはお手洗いになりますね。はい、
お、え、何ですか設計者の人、女の人の子入ってます、ね、ここ女の人はい意外と若い方です、20代だったと思います。急に現れるとびっくりします。悪いですか？欲はないですね、あのうつむいてブツ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 って言ってますね。どこですか？あ、ここにです。こういうふうに、こっち、うん、こういうふうにされてました。先生、急になんか変な音が聞こえる、どこですか？でもここでみんなが集まる場所だったんですけど、大体、うん、この壁の裏なのか上なのかわからないようなところで音がするんです。ギギ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 ギコト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 って感じで、ここでなんか見えたりとかってあったんですか？私は何も見えないです。他の家族の方とか、母はよくここには一人でいられないって言ってました。2階は大事、ここはここは怖い。2階は寝ていました、下では寝なかったです。ここが怖いです、うん、こっちは何も言ってなかったです。ここはそんなに聞いてないよね。言ってなかった、うん、言ってなかったね、うん、この部屋が怖いっておっしゃってたんですか？ね、何かがいるって言ってました。夜中になるとお湯味噌かなんかでここ来ると、うん、私と母は飲めないのでみんなが寝てもいるんですよ、うんうん、ギギギこことここ壁の裏なのか上なのかよくわからない、うんうん、先生なんかわかります？姿は見えたりするんですけど、まだはっきりとその原因はわからないですね、うん、どのうちの霊っているんですけど、うん、ただ出入りしてる例なのか、うん、すぐ聞いてる方なのかはまだ正直わからないです、うん、ただ一つ言えることは、うん、良くない方が、まあ、3、4人はいらっしゃるのかなと思います、うん、今日はそこで見てるんですか？入り口車でこう来た時に、で僕は外出てここに入ってくるまでに一人の方がこうだったら分かりますよ、お家においでって。逆に僕を追い払おうとするってことは、まあ、来てはいけない、あなたは今日は来ないでよっていう知らせかもしれませんし、僕たちのことを安全を配慮した上で来ない方がいいということも取れますし、どっちかは分かりませんが、まあ、苦しんでいる方がいるのであれば今日中に時間かければ取れると思います。よろしくお願いします。この間あそこで見てた人はそこにいるんですか？はい、以前ですね、はい、うちのオフィスに来ていただいた時に写真を持ってきていただいたんですよ、うんうん、で写真をこう見ていたら女の子が写ってたんですよ、はいはい、で写真を見て、女の子が写ってるので近くで女の子亡くなってる方もしかしているんじゃないですかと話をしたら、すぐ近くで亡くなってるって言ってまして、はい、でその女の子が写ってた場所ってここなんですよ、うん、こっちです。で今日来るにあたって写真をこう一人で見返してたら、その写真はないんですよ。ただその写真はすべて持ってきてあります。女の子だけが写ってないという。ちょっと後で見せてください。はい、ちょっとこの辺り、どっちか分かりませんけどこの辺りでしたね。何人か何もはっきりとは言えないです。気味悪いね。最後はお母様が一人で暮らしてた。そうです、父が倒れて、うん、そうですね、半年ぐらい一人でいました、うん、
で一人でここにいたくないって言って。そうですね。何なんでしょう。この大の大人がずっと生活拠点してる場所にいて、うん、怖いっていうのもおかしいじゃないですか。うん、いいです。あ、じゃあ僕は先に。あ、後ろに。どれ？あ、大丈夫です。階段登りづらいんで気をつけてください。大丈夫です。あ、後ろに来て、すごいです。写真を持ってきていただいた時に、うん、オープンって言いましたし、白い発光体が映っていたのはこちらの部屋です。ここにも映ってたの。不思議な窓ですね。そうなんですよね。こういうとこって霊が出やすいんですよ。例えば、まあ、また別の話なんですけど、うん、今後お家をリフォームする方とかいれば、うん、窓はなるべく触らない方がいいんですよ。お風呂場と窓は本当に怖いんで、うん、そこはちゃんと神官の方とかお寺の方にお祓いをしてもらってからリフォームした方がいいですし、本来であれば窓がつくっていうところはリフォームしていけないんですよ。悪い現象が一番起こりやすくなります。ここにちょっと出やすくなるんですよ、霊が。なんでですか。鏡の原理と一緒です。合わせ鏡と。夜中になっていくとこの辺りに写真撮ればすぐ出る撮れるかなと思います、写真が。ただどうしてこういう作りにしたのかなっていうのは、あえて霊が出やすいように。ここの家っていうのは、はい、父親が設計してるんです。全く素人なんです、うん、だから設計士の資格とかないんです、うん、自分の好きなようにやりたいってことで、その後に設計士さんに見てもらって、うん、って形だったんですよね。自分で図面描いてたんですよね、うん。自己物件の払いたまに、本当にここ生まれなんですけど、うん、下にするんですけど、うん、業者に頼まれて、うん、雰囲気としてはこんな感じです。まあ言ってる方はどういう雰囲気か分かんないかと思うと思うんですけど、うん、心霊スポットと言われるトンネルに入ったような状態、うん、ちょっと肌寒い、うん、ただ空気が澄んでるけど何か雰囲気がおかしい。トンネルをイメージしていただければと、うん、ここのお家に全体が。トイレ臭いですね。匂いしますね、トイレ。なんかそれっぽい匂いしますね。ガスインスタンドの匂いみたいな。意外と原因突き止めるのが大変かもしれないです。うん、お母さんどこで寝てらしたんですか。ここです。こ
こっちが頭で、こっちが足で、この辺がある。で、亡くなった日にこの辺ですごく、あの、焦げ臭かったんですよね。焦げ臭かった。僕の方は見えなかったんですけど、うん、何かこう、石油とかガソリンか何かで燃したような匂いが、それで消えなかったんですよね。燃え臭さは全く何もないです。うん、隣の部屋、すごい石油臭かったんですよ。そうですか。ちなみに、母が目張りしてたのがここで。目張りってどういうことですか？どこですか？ちょっと今、カーテンがないときは、応急処置で今つけてるんですけど。はい、目張りを。あ、そう。なの目張り、何でお母さんが目張りしてたかを説明していただけると。怖いしか言わなかったんですよ。ここは絶対泣きじゃない、この窓、何かいる、ここの窓に、うん、それしか言わない。どの程度目張りされてたんですか？もうガムテープ1メートルクリップでこういうふうに全部止めて、もう絶対剥がすの大変でしたよね。この窓、最後の方はもう、あ、窓も開けるな、全部下の目も真っ暗でしょ。最初はこっからで、こっちは目隠しってあったんですか？いや、してないです。雨戸が閉まってたんです、この状態で。こっちは、うん、こっちは雨戸だっけ？雨戸。それで、私が窓を開けようとしたら、開けないで。で、ここを触った時に、うん、もう激怒するように、うん、ここに触れるな。ここは雨戸はないんですか？ないんですって、窓なんです、ここ、うん。で、目の前があの石なんです。石。お母さんってどうやって亡くなったの？病気かなんかなんですか？自らですね、外に行って亡くなりました。で、自殺？そうです。どうやって亡くなった？踏切に飛び込みました。近くの、はい、すいません、なんか思い出す。大丈夫です、はい。父が入院して一人でここにいるのが怖いって言い出したんですよ、うんうん、で、私の兄弟と私の家を転々してたんですが、うんうん、ある日ここに戻ってきた時に一人でいられない、私たちも4時間って見えない日に一人でいれない、騒ぎ出したんですよ。で、心配になって次の日に来た時にはもう触るの、うん、ここはもうね、ガムテープを一重箱までぐる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 ってこうやってクリップでもいっぱい止めたって剥がすのも大変なくらい、それを触った時にはもう触れるなって、もう気が狂ったように。遺書とかなかったんですか？ありました。一人でいられないっていうことです。いつからここを怖がっていたんですか、お母さん？ここは、はい、亡くなる6年前から君が悪いのよって言い出したんです。だん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 言う言葉が悪化していったんです、うん、何かがいるに変わって今度、それから開けたくないに変わって、はい、だんだん行ってしまいにも止まってたんですよ。もう目張りっていう状態じゃないよね。テープの上からもうクリップ一面にも大きい。ここはお母さん寝ていたところじゃないですか、はい、隣部屋あるじゃないですか、はい、なんで隣で寝ようとしなかったんですか？隣は父が寝てたんですよね。ここが怖いんであれば、なんで隣で寝ないのか。そうですよね、私もわからないです、はい、今言われてもそう思います、うん、そうですよね、うん、ここを開けて、はい、何あるんですか、外。庭なんですけど、大きな石があります。大きい、はい、あと裏の門があります。大きいですか？見てみましょうか。応急処置でつけちゃったんでごめんなさい、いつもついてないんですけど、うん、見えます？先生のところに以前持ってった時の写真で、この石は何、はい、って言った写真、ここから撮ったやつです。ああ、もう例の写真。はい。以前、その先ほどの写真を持ってきた時に、石があったんですよ、うん、で、その石から何かよからないのが出てまして、で、その石のある場所がちょうどここの正面らしいです。ここって猫が突然亡くなったりとか、猫がたくさんいます。いたずらされるっていうのは何ですか？いたずらは分からないですけど、昔野良猫たくさんいましたね。たくさんいました。特にその人に虐待されたとか。ああ、
ちょっとここから離れて結構経ってるんで、ここに住んでなかったんで分かんないんですけど。さあ、猫がいまして2匹で近づいてきたので、まあ、これ猫ちゃんの霊かなと思いまして、それで聞かせてもらいました。不思議な空間ですね。ただ僕が見て、まあ何も見えないんですよ、正直言いますと。何が原因かが全くまだ分かんないです。何を怖がっていたか、そのお母さんがその怖がっていたものをどういったものかを絞って、それをまあ一個一個紐解いていけば全て解決できるかなと思うんですけど。ただ一つ不思議なことは、私途中で結構経ってるんですけど、妹が結婚する前はこの部屋にいたんです、はい、その時にここに覗きが来るよって、覗きが来るのよって痴漢かしらって言ったんですよ。私は最初そう思ったんですよ、うん、こっちの方に足音がするから見ると屋根が汚れてるのに、はい、下にいるとその屋根に足跡が全くないのよって。それは思い出してこの間ちょっとゾッとしたんですよね。痴漢っていうことは男性っていうことじゃないですか。なのかしらね。ここを覗いてるってことですよね、うん、痴漢って。そこ窓開きます？開きます。開けてみます、はい、ちょっと見て、人が来れる状態なの？一周ベランダなんですよ。見てみます？あ、なるほど。開かれないでしょ。ただだけです。今は見えないです。こんな人ですか？女性で髪の毛が、首があって顔がこの形で、これ辺まで髪の毛ですね。年いってます？いや、影なんで。心当たりあるんですか？母が電車に飛び込んでるんですけど、うん、頭がなかなか見つからなかったので気になりました。最後見つかったんですけど、うん、頭どこで見つかったんですか？はめきれないって言ってたよね。結構飛んでやってた。